皆さんこんにちは。福田音楽教室ピアノ講師の福田理恵です。今回はコンコンクシャンの歌こちらの曲を皆さんと一緒に簡単伴奏で弾いてみたいと思います。それでは全体を見てみましょう。右手のメロディー弾きながら説明します。この曲はヘ長調です。ヘ長調はドはハですからね、ハにホヘ、ヘの音から始まる調です。ファソラシドレミファということで、シにフラットがつきますので注意してください。この曲最後の4小節が前奏となりますので、前奏から弾いてみます。ソおファミレドドドドファ、うん、では歌い出し、リスさんがのところ、ファレドレファですね。4-2-1-2-4、これは2回ありますよ。そしてここからが最大のポイントです。ミファソドファソラドソラシドラシド、これは3-4-5-1 3-4-5-1 3-4-5-1 3-4-5、最後に5番から4番へ指替えをします。もう一回弾きますよ。3-4-5-1 3-4-5-1 3-4-5-1 3-4-5-4 で5-2-2-2-2。そしてソーはまた5番に戻ってきます。ソーファミレドドドドファで、ここが5番まであるんですけども、最後のところで、ラドファーと締めてください。通して弾いてみます。前奏からソーファミレドドドドファ、ファレドレファ、うん、ファレドレファ、うん、3-4-5-1 3-4-5-1 3-4-5-1 3-4-5-4-5-2-2-2 5番から5-3-1、最後ラドファ。次に左手の伴奏です。今回使うコードは2つです。まず F です。 F はファラドですね。ですが今回使うコードファラ、というふうに使うパターンと、ドとラという使うパターンがありますが、こっちのドとラの時には米印をつけます。そして C7 ですね。C7、ドミソシなんですけれども、さ、中のミソを抜いてください。ミソ抜きします。ドとシのフラットという形で使います。この2つです。あと単音を少し使いますが説明していきます。では前奏のところですね。前奏は最後の4小節を使いますので、ここから説明していきます。単音からスタートです。タで C7 ですね。タン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 で歌い始めのところです。タララララン、タララララン、で C7 ですね。タララララ F、 ここが米印の F です。ドとラですね。タタタタで C7、 ここも米印のドとラです。そのままもう一回タララッタ、米印のドとラです。タララッタタタタタ
ランタ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 ン。で、この曲5番まである曲ですので、1番から4番まではですね、またここに戻りますけれども、最後の5番を弾き終わって、最後のところ、ファ、下のファを弾いてください。タタタタランタ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 ン、じゃーん。というふうな形で終わってください。では最初から通していきます。タタ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 ラン、うん。タララララン、タララララン、C7、タララタタ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 タ。最後に全体を通してゆっくり弾いてみます。コンクシャンの歌いかがだったでしょうか。今回のこの曲、ミファソドファソラドソラシドラシドトレ、この上がっていくところの指使いですね、よく間違えてしまうっていう方が多いんですけれども、行き当たりばったりの指にしてしまうとそこで曲がストップしてしまうんですね。ですから今回3-4-5-1 3-4-5-1と何回も同じ指使いで上がっていきました。その方が覚えやすいかなと思ったこともあり、他の指使いもいろいろ考えたんですけれども、これで皆さん練習されてはいかがかなと思いました。最後になりましたが、チャンネル登録してね。またねー。